こんにちは。アマゾエスサポーター、堀秀夫です。今日は会員さんからの売上の実績報告。アメリカアマゾンの売上実績ですけど、いただいたんでご紹介します。アメリカの10月売上実績です。初めて単月5万ドルを超えましたと。5万3328ドル売れてます。売れてるカタログ、月24個以上に絞った7月から毎月前年を上回る売上です。ハロウィンは今年も売れ筋の在庫が足らなかったですと。やっぱり何年かやってて在庫を多めに入れたつもりでも、やっぱ今回も足らなかったと。肌感覚では7、8万ドルはいけたかなと思いますと。在庫切れを起こして5万3000ドル止まりでしたけど、在庫切れを起こさなかったら7万ドル、あるいは8万ドルいったじゃないかというような予測です。来年は自分の予想の2倍はあらかじめ仕入れて納品しますという報告でした。5万ドル突破、おめでとうございます。でね、毎年やっぱホリデーシーズンの売れっぷり、初参加の方はね、こんな売れんだったらもっと入れときゃよかったって毎年毎年、聞くセリフですし、多めに入れときましょうと言ってもね、売れる商品はやっぱ在庫切れを起こすことが多いです。今年はね、輸送が混乱してるんで、今から、ホリデーシーズン間に合うかどうかもうすでに微妙なんですけど、それでも、やっぱり届いてない今の状態で、売れてる商品の在庫を送ると、商品を送るというのがなかなか度胸いるんでね、逆に勇気を持って納品すれば、在庫切れ、ライバル在庫切れを起こして売れる可能性が高いというふうになりますんでね、まだ、ハロウィンは終わりましたけど、ホリデーシーズン終わってません。というか、これからオーストラリアはね、最大のボクシングデーを、12月25日に迎えますんで、その時、間に合うように、あるいは間に合わなくてもね、売れてる商品の在庫は、勇気を持って送るようにお勧めします。またね、商品の発送状況、あるいはね、向こうの方でなぜ、受け取りが遅れてるのか、あるいは輸送が遅れてるのか、その辺についてはね、またご質問確認してください。何しろ、毎年毎年やってる会員さんも、また今年も足んなかったということでね、今度予想の2倍送りますという報告をいただきました。アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。